あとはやっぱりその人のことを褒めるっていう習慣も絶対的につけていくといいよね。あ、人のことを褒めるです。褒めるのはもうこれはいいことだよ。そうなんですね、うん、これ褒めるっていうのはもう素晴らしいことだよ、はい、これも運気上がるのに、はい、大きな要素の一つだよね。あ、そうなんですね。だって本当日本人っていうのは人を褒めないからね。あ、そう思います。本当に褒めないよね、うんうんうん、俺もマッチに褒められたこと一回もないし。いえいえ、何を言ってるんですか。この収録中に大王のこと褒めちぎりましょうか。ちぎっては投げ、ちぎっては投げ。いや、だから本当にこの人のことを褒めるっていうのは、はい、自分の中で何かこう決めておかないとなかなか褒めないんだよ、はい、そうですね、確かにそうです。本当に褒めないんだ、はい、うん、だから僕はね結構これね、こうやって別にいつもね、うん、会ってる人でもそれは別にいいんだけれども、はい、やっぱりコンビニとかね、はい、レストランとか、はい、僕結構ねお金払う時とかさ、はいはい、なんか喋るチャンスあるじゃない。あります、あります、あと自分の後ろに人がいないとかさ、はいはいはい、そういう時僕はもうほんと褒めるよ、うん、店員さんとか。店員さん、あ、で、あなたの接客よかすごく良かったですとか。 あとさ、ほら名札ついてるとことかあるじゃない。はい、あります、あります。名札ついてるとこあってさ、はい、僕はもう名前の鑑定士だから名前見た瞬間だけもう8割ぐらいのその人のさこのキャラクターっていうのが分かるからさ。あとはもう珍しい名前とか可愛い名前とかだったら、はい、すごいいい名前だねって。そうなんですね。そう、あ、そうなんですね、うん、すごい喜ぶよね。あ、そうなんですね、うん、あ、名前鑑定ってそういうところで使えるんですね。別にそういう意味で使ってるわけじゃないけども、はいはいはい、やっぱりなんか褒めるっていう、うん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 、だからなんていうのか、例えばね、その珍しい名前とかさ、可愛い名前をして、はい、その名前なんて読むのとか、難しい漢字の人がいた時それなんて読むのとか、いますね、何々ですって、はい、あ、すごいいい名前だねとか言うとさ、すごいいい笑顔で、 ありがとうございますとか言うんだよね。言いますね。そうさ、あ、なんか笑ったらすっごいめっちゃいい顔してきたよねとか言うとすごい喜ぶよね。そうですね、うん、嬉しいと思います。そう、だから人の心にね、その明るい炎を灯した時っていうのも、うん、やっぱこれもさ、コスモスバンクに溜まってくんだよね、エネルギーが。なるほど、相手を笑顔にするってこともあれなんですね、バンクに溜まるエネルギーなんですね。褒められて腹立つ人いないからね、はあ、そうですね、うん、確かにそうですね、うん、あと僕は顔相見だからさ、いろいろわかるわけだよ、はい、あ、そうなんですね、うん、で例えばさ、はい、その福耳でさ、はい、結構大器晩成型の耳とか、はい、いろんな形そんなのわかるんですね。わかるんだよ、だからさ、すごいいい耳してるねとかさ、はい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 、うん、多分その耳だったらね、あと3年ぐらいしたらすごいいいことあるよとかさ。すごい、うん、なんすかそれ。あと中にはさ、はい、例えばね、そのほくろの位置とかでさ、はい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 、で今彼氏いんのとか言って、いや、いないです、はい、あ、もうすぐね、もう今週かな、来週かな、素敵な男性現れるよとか言って、もうすごい喜ぶんだよね。そうですよね、うん、でそれを不意にプレゼントしてるんですよね。そう、あ、それはだって初めて初対面だからね。そうですよね、うん、そうですよね、会ったことも見たことも寝たこともないんだからさ。ああ、そうですよね、うん、そうですよね、うん、もしかしたら覚えてないんだけど寝たことあるかもしれない。ないよないよそうですね、うん、だからそうやってなんかこうさ、はい、その人の目の前にいる人の心にぼっと明るい火を灯すようなことを自分の中で習慣にするって、これすごいすごいと思うんだよね。そうですね、おすごくエネルギーをそのバンクに貯めてる気がします。だからもう自分との約束で一日一人を絶対褒めるっていうさ。あ、一日一人は絶対目の前にいる人を褒めるって、はい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 、で一日一人は目の前にいない人を陰褒めするっていう。あ、なるほど、うん、陰褒めの効果をね、皆さんは知らなさすぎるからもったいないね。陰褒めです。陰褒めっていうのはものすごい効果を発揮するからね、はい。あ、そうなんですよ、うん、陰褒めっていうのはやっぱいないところで褒めるってことですよね。そう、へえ、どういう効果になるんですか、陰褒めは。陰褒めってね、はい、まあマッチはね、陰褒めされたことないから分かんないかもしれないけどいやいや、ちょっとマジで分かんないじゃないですかそれ。陰だし、僕は言ってますよ、陰でいっぱい。あ、僕のことです。素晴らしい方だよって。ああ、やっぱ思ってなくてもやっぱ言うからさ。いや、思ってなくても言うって。だよ、その言葉必要なくないですか。なんかそこまでで止めておけばよかったものが。心に灯ってる火を消したね。だから本当にその人がね、はい、やっぱり陰褒めって、はい、例えば陰褒めって結構その人にだって例えば、はい、マッチがね、はいはいはい、
誰かに、はい、いやだね、桜庭さんはこんな人でこんな人でこんな人だって思ってなくてもね、マッチはいつも褒めてくれるじゃない、はい、褒めてます、うん、褒めてくれる、はい、でも思ってもないのにいつも褒めてくれてるのはありがたいんだけど、それをそうするとその第三者の人が絶対僕に言うんだよね、はい、この間マッチがあんなことね、桜庭さんの悪口言ってましたよとかさマジっすか。だからあの悪口も陰褒めもその人の耳に入る運命なんだよ、はい、ああそうなんですね。で、影褒めってさ言われるとさ嬉しいんだよね。嬉しいですね、うん、この間マッチがあんなこと言ってましたよとか言われるとさ、はいはい、嬉しいんだよね。あ、そうですね、うん、だからなんかね、その人から言われるのも嬉しいけど、やっぱ間接的に耳に入ってくるのも嬉しいんだよね。ああそうですね。うわ、影褒めってそうですね、つまり相手の心に灯る火の量がすごく大きいってことですよね。うん、まあ、目の前で言われても嬉しいけども、やっぱりですね、はい、そうやって第三者が自分のいないところでもそうやって褒めてくれるんだなっていうのはやっぱすごく嬉しいよね。そうですね。そうだから一日一人は陰で褒めようねって、 あの人素晴らしい人ですよねみたいな。だからその人がいないところでその人の話題になる時ってあるじゃない。ありますあります。こんなの西尾さんに山ほどあるじゃない。いっぱいあります。僕は絶対、いや、あの人は本当に素晴らしい人ですよねって僕は絶対言うよね、はい、ああそうですね、もう絶対言う。いや確かにその場にいないのに不意に上がってきやすい人とかいますもんね。いるよね、話題に、うん、だってそんなのね、いろんな、ね、とこでいろんな人と喋ってたら絶対ね、いない人の話題になったりするじゃん。そうですね、そうですね。この時はもう絶対さ、いや本当にあの人は素晴らしい人ですよって言うよね。そうですね、うん、そうですね、うん、うわ確かにそうですね。そういう、それってあれじゃないですか、陰褒めされるってことはその人の人格がやっぱり優れてるじゃないですか、うん、やっぱりね、あの陰口、悪口言ってる人と陰褒めしてる人ではね、はい、やっぱその人の信用度っていうのが全く変わってくるよね。だから結局陰口、悪陰でさ、その人いない悪口ね、はい、うんうん、例えばマッチのいないとこでさ、うんうん、俺はマッチの悪口なんか言ったことないけどさ、うんうん、マッチの悪口言ってるとするじゃない。言ってるとしましょう、うん、絶対言わないけど言ってるとするでしょ、はい、そうするとそれ聞いてる人が、はい、絶対思うのは、うんうんうん、あ、この人目の前にいない人の悪口言うってことは私がいなくなったら私の悪口も言うのかなって思うんだよね、うん、そうですね、おそう思います。お、だからこれは相当波動が下がるから本当に悪口ってやめた方がいいんだよね。そうですね、本当ですね。なんかリスクしかないですね。だから、ね、自分人の悪口1分言ったら自分の悪口絶対かけて2分言われるっていうのもこれも宇宙の法則だからね。倍なんですね。だから人のことを1分褒めたら他で自分のことが2分褒められるわけだから。もうこの YouTube もう褒めるだけのチャンネルにしたいですね。そうだよねだからそうやって本当にね、褒めて褒める人が増えてくると本当日本は良くなるはずだよね。本当ですね。本当チャンネル登録者の皆様本当にいつもありがとうございます。最高です。だからね、旦那さんとか奥さんのこともさ、もっと掘っていけばいいのにね。ああそうですね、うん、いや本当ですよね、うん、もう褒めないからね皆さんね。なんか照れ隠しで褒めないっていう謎の習慣あるじゃないですか、うん、あとはやっぱりその自分の身内には気を使わないからね。ああなるほど、うん、やっぱ夫婦円満な方たちっていうのはやっぱりこう、うん、尊敬っていう部分が絶対ないと、うん、僕は夫婦は絶対うまくいかないと思ってるから。そう思います。だからこの尊敬してるっていうのはやっぱりこうお互いのことを褒めてたりとかね。ああそうですね、うん、やっぱこう褒め合ってる夫婦ってたまにいるんですよね。ああそうなんですね。だからその旦那のいないところでその奥さんが、うん、いやうちの主人はこうこうでとかって褒める人いるんだよ。いやそれすごくいいですね。素晴らしいなって、素晴らしいなって思うんだよ。ほとんどの人は悪口言うのにね。そうですね、うん、そっちの悪口のイメージの方が強いですやっぱり。そうだけどやっぱりそういうところで褒める人もいて、そういう人がいると、あこの人素敵な人だなって思うんだよね。そうですね、やっぱ素敵な人ですよやっぱりみんなね、運気の高い人っていうのは。そうですね、うん、でその素敵だって思えるところにやっぱり褒めるっていう言葉はすごく、うん、だから自分の中で一つの習慣としてやっぱり人のことをもっと褒めるっていうね、はい、そうですね、うん、だから神様の願いってさ、はい、やっぱりこういい人、うん、やっぱいい人になってほしいわけですよみんな、うんうんうん、だから今日よりも明日もっといい人に、うん、明日より明後日はもっといい人にってなんか自分の中で思うよね、うんうんうん、いい人になろうって。そうですね、うん、やっぱいい人って運気高いから。そうですね、うん、本当ですね、うん、で嫌な人は運気低いんだから。そうですね、うん、シンプルだよすごく。そう思います、うん、だからもっといい人になろうって、まあ、いつも思うよね。そうですね、うん、いい人になろうって。
だからすごくいいことだと思うけどね。だからシンプルだよ本当に。本当ですね、うん、だから人のことをね褒めてる人はやっぱりいい人だからね。そうですね、うん、イメージがすごくいい。そうだからいろんなところで練習したらいいと思うんだよね、はい、だからねそのコンビニだろうがファミレスだろうが居酒屋さんだろうがさ、はい、あのそこでいつまでもねそんなだって初対面なんだから喋ることもないしさ、うん、そうですね。ただ褒めて逃げればいいんだから。あ本当に褒め逃げだよね。褒め逃げです、うん、褒め逃げ良さそうじゃないですか、うん、笑顔素敵だよねとかってまた来るねって帰ってけばいいじゃない、うん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 、もう最高じゃないなんか。そうですね嬉しいですしね、うん、そこでなんかぐち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 喋るからまたおかしくなるんです。ああそうなんですよね、うん、だから褒めたら逃げるっていうさ、ね、ああいいと思います、うん、すごくいい、うん、だからそういうのをなんかいつもいつも練習するっていうさ、うん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 、ね、だからそれはもう別に男でも女でも関係ないよ。関係ないですね、うん、だから男でも褒めるよ、うんうん、例えばどんなの。そのネクタイすごい素敵ですねとかさ、あその髪型すごい素敵ですねとか、うん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 、あと髪の毛どこで切ってるんですかとか、その靴すごい素敵です、すごい光ってますねみたいな。そうなんですね、うん、あ大悟は本当に触れ合う人全員にやってるんですね。いや全員できてるかどうかは知らないけど、はい、やっぱりそれそういう自分でありたいと思うよね。そうですね。そうあなるほど。やっぱり褒められると気分がいいからね。そうですね、うん、やっぱ気分よく過ごしていきたいからね。本当ですよね、うん、桜松駅の YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではさまざまな開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ここ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 必死回っちゃってるよこれ何周回るんですかということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。また